昨日ね、いろいろ、ま、感動したことありましたけど、その一つがね、ケント・ギルバートさんのね、アメリカの大統領選挙についてなんですね。考察というか、これについても日本語がものすごい達者ですよね。あと日本の外為法に関するですね、規則に対しての考察と理解ですか、これに対しても本当に素晴らしい日本語を使われるわけですよ。まあ、それに比べても、まあ、いくら私はアマチュアといえば、ね、日本人としても恥ずかしいぐらいの僕たちしかありません。ですから、まあ、ビデオを撮りましてね、まあ、あれは暗記じゃないけど、その振動数だけでもね、学べたらなと思いました。いや、ものすごくこう説明というかね、言葉の使い方というか、数皆さんに対する説明というか解説というか、もう素晴らしかったです。私の